じゃあこんにちは、豊さん。はい。これ日本ハム、もしかすると新庄監督になってから初の首位も見えてきました。はい、はい、現在ですね、まあ、5連勝中、そして、ソフトバンクに1ゲーム差で2位にいるというところで非常に好調ですよね。いや何、俺は今年は A クラスに予想だから確かに、まあ、普通なんだ。普通当たり前なんだ。でも一昨年去年とやっぱり戦い方見てても全然違いますか。まあ簡単に言っていくよ、はい、まずはね、はい、昨年までは一軍のベンチ、うん、これを争ってたんだよ、はい、選手たちは。でも今年はレギュラーを争ってるんだよね、うん、だからそこら辺の成長というものをすごく感じるんだよね、はい、うん、だから本当にもたもたしてたら、はい、すぐファームに落とされるし、うん、で先発してたけどもすぐ落とされるというね、はい、今野手の話っていうことですか。まあそうだね、うん、はい、まあ、簡単に言えばよ、はいはい、でピッチャー陣も非常に良くて、うん、この5連勝の中では2完封ありました、うん、北山投手と、うん、加藤投手、はい、しかも豊さんが非常に推してるのがその中継ぎ陣の良さというのも、まあ、中継ぎいいなしてましたよ、ね、やっぱ先発も確かにね力あるし、はい、いいよ、うん、でバラエティに飛んでるというね、うんうんうん、だから1戦目と2戦目はガラッと違ったピッチャーが投げてくるとか、はい、まあ、そういうこともあるし、うん、まあ、やっぱりダントツでフォアボールが少ないというね、はい、やっぱ新庄監督が一番嫌うフォアボール、うん、まあ、これが39と、まあ、動画を撮ってる段階ではね、はい、だからこれはダントツ1位と、うん、いやだから無駄なことをしない、うん、で加藤も勝てなかったんだけど、加藤はやっぱストライクを先行でいくタイプだったんだけど、それは変えてないんだけど、はい、やっぱコースをこう変えてきてるという、うん、インサイドはどん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 こう突っ込んでいってたピッチャーが外にスッスッと投げるようになったという、うん、だからいろいろ考えてきてるよね、うん、そうなんですね。そうそうそう、あとはその例えば先発陣でいうと右のピッチャーがいいで、今度中継ぎ陣にすると左が現段階なんですけれども防御率 0.0、 まあそうだな、川野もいいし、はい、北浦っていうのが成長したな、はい、だから非常に大きいと思うよ。そうなんですよね、だから防御率からすると、はい、オリックスに次いで救援陣は第2位の数字だもんね、うん、素晴らしい 2.42、うん、というところなんです、ね、まあ、そこら辺は締めるよね、しっかりね、はい、なのでチームのピッチャーとしてのトータルの防御率というのは現段階でパ・リーグで 2.71 なので、はい、じゃあ1位かというと1位ではない、1位はオリックスの 2.39 なんですけれども、はい、ただやっぱ救援陣を見るとぐっと防御率が下がってるというのは、やっぱり中継ぎの頑張りっていうのは非常に大きいということですよね。頑張る頑張る、バランスがいいよな、で優秀な左も多いし、はい、そういった意味では左は貴重だよね。ただそのピッチャーというのはやっぱり去年あたりから整備でき始めてるようなっていうのはありましたよね。もちろんそう、もちろんそう、それが今年、まあ、今年それとね、金村を入れたでしょ。はい、ね、本当は先発をやりたいんだよね、金村って、うん、でもまあ新庄監督と話をして中継ぎでいった、うん、まあ、この金村がやっぱこう一枚加わったっていうのは、やっぱすごい厚みになったな、うん、うん、だからそんなに崩れるようなピッチャー陣ではない。ああ、そうなんですね、うん、で立山がいいタイミングで出ていくしな、立山コーチ、あー、だからやっぱり優秀だなというふうに思うのと、はい、で試合運びもそうなんだけど、前日松郷と万波が全く当たってなかったんだよね、はい、でそれでも勝ったんだよ、うん、そしたら次の日見ると松郷と万波で勝ってんだよ、だからやっぱり日替わりヒーローがいるというね、みんなで戦ってるっていうことがあるし、はい、で延長12回、ね、あ、これ引き分けるかなって楽天戦、はい、思った時に上川端がレフトにヒットを打った、はい、あのヒットってさ、チームを勝たしたいとか、まあ、もちろん勝つためにやってるんだから、まあ、そういうヒットになったんだけど、俺が感じたのはさ、自分のポジションを確保するために打ったみたいな、チーム内での戦いです、ね、もうこれで明日も俺スタメンだろみたいな、これで明日飯食えるっていう、そう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 、うん、そんな感じ、そんな感じ、必死さですね、うん、だからそういうモチベーションが打たせたヒットかなって。で上川端って本当は開幕ショートスタメンの予定だったんだよ、はい、でも怪我で、うん、出遅れて、でその間に水野というショートが育ってきて、
このまた水野っていうのがしぶといんだよ、うん、はい、で守備もねある程度安定してるし、うん、そしたらもうセカンドで出るしかなくなってきた、うん、そしたら前日は中島拓也が出たりとかして大活躍してるんだよ。そうなんです。で上川畑を使って、うん、途中からね、うん、そしたらその楽天戦で決勝打を打った、うん、でもこのヒットっていうのはやっぱこう自分のポジションを勝ち取るためにっていうようなそういう姿に見えた、うん、そういうチームっていうのはやっぱ強いよ、うんうんうん、チーム内での競争激しいよ、ね、多分12チーム中一番激しいですよね、うん、日本ハムが。で石井和也がねツーランホームランを打った、うん、同点にしたみたいな、うん、いうこともあったりしても中島拓也を使ったりだとか上川畑を使ったりだとか、うん、まあいろいろやってるよね。だからそのポジションはまだ決めないよみたいな、うん、ね、上川畑のショートに戻りたかったら水野も上行けみたいな、はい、そんな刺激に感じるよね。確かに。私今年やっぱりニューヒーローっていうのが出てきてる、ま、万波選手松郷選手は去年からいましたけど、例えばその水野選手だったり田宮選手であったりとか、はいはい、あと郡司選手。いや郡司もさ、うん、一番に使われてサードで、はい、本当度胸よく使うなと思ったら、うん、活躍するしな。そしてそのうち清宮が戻ってきて、はい、あ清宮の開幕だって思って見てたら、うん、3打席全くダメだけど、うん、4打席目にサヨナラに結びつくようなツーベース打ってくれたりとか、はい、ほんで下見た、うん、ね、野村が2発ホームラン打ってるから、はい、これもやっぱり下行っても慌ててんなみたいな。いやそうですよ、枠がなくなっちゃうからなあ、うん、だからもう虎視眈々と狙ってる選手たちもいるしね、はい、うん、アリゾナ、はい、もうホームラン打ってたしさ、うんうん、いやこれファームも上も競争激しいぞ、まあ、激しいですよ、ね、うん、いやだから本当にあの新庄監督はここまで本当にチームにしたなと思ってさ、うん、でまた競争のできる、またあそこがいいところってさ、誰が活躍してもね、うん、みんなが喜ぶんだよ。そうなんですよ、ベンチから出てきて、うんうん、だけどチャンスを、ね、もらった時には必死にやる、うん、でももらえなくても勝利に対してみんなが喜ぶというね、はい、だから非常にバランスのいいチームになったなっていうふうに思うよね、うん、そうですね。あとやっぱ3番4番絶対今年は動かさないですね、遠藤監督。まあそうだな、マルティネスがどんなに打率上がってこなかったとしても4番から外すってことはしない。まあまあそうだね、だからまあ5連勝したっていう話があったけども、うん、それどこと戦ったかというとさ、ソフトバンクとまず2連戦があって1勝1分けなんだよね、はい、で次にロッテが当たった時上にいたんだよ、はい、2位に、うん、そこに3連勝してるって、うん、だからもう価値があるんだよ。あ、まあ、例えば楽天もうこれはもう失礼だけども、うん、楽天とか西武とかね、今ちょっと状態の悪い、本当にチーム状態が悪いチームと戦っての連勝じゃないからさ、うん、はい、だから自分たちの上のチームと戦っての連勝だから、うん、はい、これはやっぱ価値あるし、あ、力蓄えてきたなっていうふうに感じるよ。ですよね、うん、あとホームランの数も現段階ですけれども11本ということで、まあ、ソフトバンクが12本でトップ立ってるんですけれども、ホームランもここまで多い。多いな、うん、多いけど、うん、内容がねあるんだよ。内容がある。だ万波がこう勝負を決めるスリーランとかさ、はい、マルティネスなんか、うん、あ、これもう負けるかなと思った時にオスナから同点ホームランとか、はい、同点ツーランとかね、うん、あ、これ行くなっていう、なんかね、こう期待ができる、うん、なんかワクワク感があるチームに変わってきてるよね。そうですね、うん、まあ、盗塁も決めてますし13個で、得点は55点と、ね、ソフトバンクの80に比べたり3位のオリックスの70に比べると低いんですけど、それでも2位にいるっていうところの何かこの強さ、まあ勝負どころだよね。うん、昨年はね、1点差にものすごい弱かった。十何連敗した時に7試合が1点差負けなんだよ。で今年は1点差ゲームを5連勝してるんだよ。1点差に強くなってくる。やっぱこう、ここはピッチャーの頑張りもあるし、やっぱ昨年よりはやっぱ明らかにいいのは守備が良くなってきて、うんうん、はい、だからまあそういうところの水漏れがなくなった、うん、まあ、そういうところも一つの強さになってるよね。
でもこれはやっぱ昨年のキャンプ、うん、まあ、エスコンでやって自分たちのホームグラウンドにまずたくさん慣れるということだよね、はい、まあ、そこからの作業でやったけどいろいろ言われたよ、うん、エスコンでお客さん入れてキャンプをする、はい、でそこも金取るんかいみたいな、うんうん、言われたけどまずそんなことよりもやっぱ選手たちが自分たちのホームグラウンドに一番慣れなきゃいけないのに、はい、一番ミスをしてるから、だからそこら辺を改善していったという、うん、まあ、だから計画通りに運んでるよね。おー、うん、どうぞここから、まあ、一区切りとなるのは交流戦前までだと思うんですけれども、はい、ちょっとここから日本ハムの戦いっていうのは強さというのはまだまだ一旦ちょっと首位に、まあ、現時点では2位なのでこの動画出してる時にもしかしたら1位になってる可能性も十分ありますし、そうなったら、ね、いやいや、そこまで焦る必要はないと思う、うん、だ、あの貯金をちょっとずつでも増やしていければ、はい、これは勝負になってくるし、うん、あとは一番怖いのはやっぱ守備だ、はい、エラーですか、エラー、うん、やっぱエスコンっていうホームグラウンドを持ってるということ、はい、非常に守備能力が問われる球場だから、はい、まあ、そこら辺のほころびをなくすということだよね、うんうん、逆に相手にミスをさせるみたいな、はい、まあ、そういう作業ができるというか、だけどやっぱ勝負どころでね、磯畑とか中島拓也が出てきたダイソーで、はい、これはやっぱ仕事するなこいつら、本当そうですね、いや本当に、うん、中島拓也選手が出てきたらなんかしびれましたもん、あ、だからやっぱこうまだまだ腐ってもなかったな、そうですよね、まあ、よかったなっていうふうにほっとするけどもさ、うん、でも下でも虎視眈々と狙ってるファームの選手たち、はい、うん、もうやっぱこう生き生きしてたな見てると、そうなんですね、うん、やっぱチーム状態がねいい、そしてやっぱり2位というか A クラスにいるっていうことも選手のやっぱりモチベーションにつながりますしね、まあ、モチベーションは高いよ今、うん、一番高いかも分からないな、うん、そうです、あとはねレイエスとスティーブンソン、はい、スティーブンソンはファームで7割ぐらい打ってるんだよファーム絶好じゃないですか、いやいや本当に、はい、あの選手は打つから、うん、必ず、だから本当にねもう少ししたら上げてくると思うよ、お、率も上にも上げてくる、あ、もうね、うん、7割って俺最初嘘かなと思ってる7割打ってるファームで、普通逆ですけどね、3割と7割って逆なんですけどね、まあ、そうだな、いやだけど成功7割だから、はい、だからそのぐらいやっぱこう状態も上がってきてるし、うんうん、で野村もファームで2本ホームラン打ってるし、はい、それも半端ない飛距離だったのだアリゾナっていうのもガーンと2者連続みたいな、すごいですねファームも、いやいやファームでもすごい、うん、いやだからそういう選手たちがまだ控えてるから、はい、それはやっぱ上で頑張ってる選手たちは必死だよ、うん、え、あいつ2本打ったの今日みたいな、いやファームも先生気になりますよね、そうそうよ、だから清宮だって早く一発出さないとさ変えられちゃう、いや野村もう野村あげようみたいになっちゃう、確かにそうですね、そうでしょ、うん、まあ、アリゾナでもいいよみたいな、うん、スティーブンソン7割打ってるの、うん、8割打ったらあげようみたいなそうなっちゃうの、いやすごいいい選手たち、強い選手たちがいますね日本ハム、こうねやっぱりね岡田監督とか、はい、まあ阿部監督もそうだけど、うん、ファームのゲームを見てるって、うん、ね、ファームのゲームをねたまに見ると面白いな、うん、みんな必死さが伝わる、もう上に上がりたいからですよね、そう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 、アピール、うん、だからまあこの日本ハムの強さは本物だよ、はい、本物、うん、だからあなた、うん、日本ハムがって言うけど、うん、え、何がみたいな、普通ですよ、普通ですよみたいな、おー、普通ですよ、うん、まあずっとだけど俺は楽しみに見てるけどね、はい、はい、うん、まあこれからも躍進続けると思います、うん、はい、はい。